皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌宅コロクの時間がやってまいりました。今日は、3年ぶりぐらいですかね、髪型をチェンジしました。ずっとロングで着てたんですけれども、ちょっと切って気分転換をしたいような感じだったんで、秋のモード感あふれるような姿になっていると思うんですけれども、いかがでしょうか。もともとね、頭ちっちゃいので、ちょっとね、単なるショートだと貧弱な感じになってしまうので、ちょっとこうハネハネヘアにしてもらったりとかして、ちょっとこうなんか淑女風な雰囲気で、黒なんですけどね。でちょっとお帽子かなんかやって、ファッションチェンジしてみました。はい、今日はこんな姿からお届けしてみたいと思います。今日のテーマは幸せも不幸もないという、お話をしてみたいと思います。9月っていうのが私にとっては結構あんまり好きな月ではない。9月生まれの人ごめんなさい。何かですね、こう別れにまつわることが結構多いのが9月なんですよね。死別とか、本当に普通に人と別れとかですね、お仕事上で信頼していた方と別れるとかですね、そういうのもあったりするのが9月だったりするので、9月は私は実はあまり好きではありません。ただだからというわけじゃないんですけどもね、もともと自分の中ではそれは理解している部分があることをちょっと落とし込みをねして、喋ることによってさらに落とし込みをしようかなと思っているのが、幸せも不幸もないという話ですね。でこれを話そうかなと思ったきっかけっていうのが、私がよく読んでるですね、メルマガにですね、今日ちょっとそちらの文章を引用するので、気になる方はぜひ登録してね、読んでほしいんですけど、結構ですね、毎日来るんですけど、タイムリーにその時に私に必要なこうものが来たりとかすることが多かったりするんですね。で、ちょうど昨日ですかね、届いた、タイトルがですね、全てを受け入れ全部に感謝するというタイトルで、中身がね、いい感じの中身だったんで、これをベースにちょっとね話そうかなと思っていて、ちょうど10月になりましたし、出雲大社に昨日おとついか行ってまして、神様が全国から集まる、出雲の10月っていうことで、台風がね来て1日ちょっと行程は狂ったんですけれども、快晴で天気もよく、一度見てみたかった鳥取砂丘、こちらも行きまして、風紋的な、あんまり風そこまで強く、風は強いんですけどそこまで強くなかったんで、すごい風紋にはなってなかったですけど、風紋チックな写真は撮ることができて、出雲大社もね、清々しい空気がある大社で、すごいこう心が洗われる感じだったので、その部分においてちょっとねお話をしようかなと思ったので、ちょっとねお付き合いいただければいいかなと思います。ですね、じゃあそのね、ちょっとねメルマガのところをね読んでいくんですけれども、人生相談家喜楽氏の心に響く言葉よりっていうところから始まります。ちょうどね神社話が載ってたんですよ。だから、あ、そうなんだと思って聞いてました。いや、聞いてましたっていうか読んでたんですけどね。神社にお参りに行った際におみくじを引かれる方は多いと思います。実は私も出雲大社で引いたんですけどね。出雲大社って今日とか吉とか大吉とかなんか書いてないですね。ただその文章が書いてあるだけなんですけれども、はい、余談ですけどね。で特に初詣の時には今年1年を占う気持ちで引かれているのではないでしょうか。全国どこの神社に行ってもおみくじは大抵ありますが、実は伊勢神宮にはこのおみくじがありません。それはなぜだか分かりますか。これ私も知らなかったんですけどね。理由は伊勢神宮を参拝できた人は皆大吉だからです。伊勢神宮に参拝できた人とは伊勢神宮に呼ばれた人です。呼ばれないと伊勢神宮には参拝できないのです。私の知り合いにも伊勢神宮に行きたいんだけれどもと言いながら、予定していた日に急な仕事が入ったり行けなくなったりと、機
に恵まれない人が多くいます。だから伊勢神宮に呼ばれお参りできただけでもその方は大吉なのです。これにね似たような話も私のところにあるんですけどね。私もセミナーまあまあいろいろやってるんですけど、私のセミナーで3回日程が合わなかった方いらっしゃいますね。日程がっていうか入れてるんだけど病気になるとか、入れてるんだけどなんか仕事が入っちゃうとかっていう方、まあ、そういう方はねやっぱりねご縁がね多分今ないんだろうなって。だから今じゃないっていうことですね。今の方はね別にね前日とかもうそのレベルでもポロッと入ってきちゃうこともできちゃうので、タイミングっていうのはきっとあるんだろうなというふうに思います。そしておみくじは楽しんで引く分には言うのですが、その結果に一喜一憂したり悪い結果が出たからといって落ち込むのは考えものです。おみくじで自分の運を試すよりも運は自分で開きいくらでも良くすることができます。例えば朝家を出るときに靴の紐が切れました、ついてないとか不幸だと思うと朝から一日憂鬱な気分になります。それよりも出るときでよかった、これが外出先だったら大変だった、ついてると思えば気分を害することがあります。この考え方が割と長者番付でいつも上位の方に来る斉藤ひとりさんっていう、ね、方がこの考え方なんですね。とにかく、ね、何があっても、ね、ついてるついてるって言うんですよ。まあ、私もそれを読んでてうんそうだなって思うところがあるので言うんですよ若干残念なことがあったとしてもついてるついてるみたいな、ね、感じで、これはきっとこういうことに違いないとかね、なるべくこう後ろ向きにならないような方向でね考えたり、要はそうじゃなかったから今があるみたいな、そんな感覚で考えるようにすると、例えば今回ね出雲行くのに飛行機欠航だったんですよ台風で。だけれども2泊3日で組んでた工程1泊2日に短縮したんですけど、実際に行ってみたら出雲と鳥取が案外近くてですね、観光地もあるのにそんなに時間かかんないっていうことが分かり、天気もね台風一過終わった後で次の台風が来る前に帰ってきてこれてるんで、まあそれはそれで良かったんじゃないのかな。このいい天気で回るために1日欠航になったで浮きましたしね、旅行代金もノーチャージで便変えることできたし、1泊目の宿はいらなくなったんでそれも使ってない状態になりましたからね、お得な節約な感じで旅行することができました。続きを読みます。駅に行く途中で頭に鳥の糞がポタリ、汚いな、なんてついてないんだと思うところを、落ちてきたのが石だったら大怪我しているところだ、ついてると言って、これで運がついたと思えば何かいいことが起こりそうな気がします。運が来るって書いてね、運子とかっていうなんかそういうお守りみたいなのがあったりするらしいですけどね、まあ、それもちょっと験担いでたりとかするのあるかもしれないんですけど、そう糞が落ちてきてべちゃってついちゃうんだけど、石だったらね確かに大怪我をする。残念なことにね、例えば道をただ歩いてただけなのに、その道路っていうかビルのところにある植木鉢が落ちてきてみたいな、それがちょうど直撃してっていう方もねいらっしゃいますから、そう考えるとね、まあ生きてる、それこそさんまさんじゃないですけど、生きてるだけで丸儲けっていうのも一理あるのかもしれません。さらに続きます。さらに途中で財布を落としたとします。最悪だ、何てついてないんだと思ったところで財布は返ってきません。それよりも命まで落とさなくてよかった、ついてると思って警察に届け出を出し、カード会社にも連絡するなど、まずは対策ありきでやるべきことはやります。財布落としてお金もなくなった上に気持ちまで落ち込んでしまったら何もいいことはありません。対策を取れば被害を最小限にとどめることができますし、財布が見つかって戻ってくるかもしれない。だからとにかく気持ちだけでも落とさずにいた方が絶対いいことあります。ですね、財布をなくしたんですよ私も8月の末ですね。まあ酔っ払ったせいもあるんですけどね、まあ送別会みたいなのがあって、で、まあ、ギリギリ夜、まあ、大阪の方ですね、私は横浜なんですけど、大阪の心斎橋で飲んで1個1メータータクシー1メーター本町っていうところに乗って、でその時ねちょうど新しいカバンを持ってたんですよ。今まではこう横型のこういうカバンだったの、その日は縦型のこうカバン でいつもだからこうスッて入れる時のこう幅がね違うんですよね。で多分財布丸ごとドカンと落としちゃったんですよきっと。タクシーでちゃんとお金払ってますから、で領収書を入れた状態で丸ごと落としたんで
ですね。でタクシー降りてホテルのちょっとだけ10メーターぐらい離れたところで降ろしてもらって、ホテルに入ろうとしたら、財布がないことに気づき、入ろうとしたらというかコンビニに寄ってお水を買おうとしたら お財布がないんですよちょっと生産待ってください、お財布がないとか言って言って、当然そこに交差点戻ったってまあいないですよ、タクシーなんてね。で何のタクシーに乗ったかって流しだったから分かんなかったし、領収書もあの財布に入れてそのまま落としてるので、まあ深夜12時過ぎ衝撃が走る。とりあえずチェックインをしようと思ってあのホテルに上がって、でも私っていう人間を証明できるものが何もないんですよ。名刺は持ってるけれども、あの名刺盗んだかもしれないじゃないですか。だから私が高橋貴子であるって証明ね、ああなるとね何にもできないんですよね。あれはあれで衝撃でしたね。あの財布なくしたっていうことを言って、今回泊めてもらえたのは割とよく泊まってたから、常宿なんです私の。だから顔パスみたいな形で、じゃ あの明日大阪のね生徒さんにお金を借りて払いますからっつって言って、パスもは持ってたんで、その生徒さんと出会う落ち合うところまでは鉄道で行けるぐらいの、ね、パスもにお金が入ってたんで、でまあそれやったんですけど、深夜だからもうカード部屋に入ってカード全部止めて、カードクレジットカードが何や12枚、ね、全部止めて、それで警察にも届けに行ってやったんですけどね。1ヶ月以上経ちましたが戻ってきておりませんまあまあまあそういう感じだったので、まあ、現金も現金も当然戻ってきてないんですけど、免許証から保険証から全部でしたからね、再発行がなんて言ったって大変でした。まあただですね、あのまあお財布あの綺麗な色のブルー系の財布を買ったりとかですね、まあ、いろいろして、あそういう時にはこうしといた方がいいかなとかっていう対策みたいなのを考えたりしたこともありましたので、あの多分そのお財布がなくなるっていうのは結構まあそういうなんか夢占いじゃないですけどね、そういう領域においては、まあ、大事なものがなくなるとか、自分が何か怪我をするものを防いでくれるとか、まあ、そういうものの身代わりになってるみたいな、そういうのもねあるらしいので、お財布ってそういうものらしいですよ。戻ってきてませんけど、でも新しいお財布が来てるんで、ね、まあ、だからもうとりあえず気分ね落ち込んでても嫌だから、もうお金を借りましてですね、新しい財布を現地で調達をして、まあ、それで帰ってきたっていう、ね、そんな感じでした。で、まあ、結局ってね文章に書いてありますけど、運がいいとかついてるというのは考え方次第なのです。起きる現象を話してもついてないと思う心はまたついてないという現象を呼び起こします。多分そうなんですよ。ついてないっていう考え方をする人はついてないっていう側面からしか物事が見えない。で反対についてると言っているとまたついてると痛くなるような現象を呼び寄せます。これがまさに引き寄せの法則なのです。物事には必ず良い面と悪い面があります。片方だけで判断するのはよくありませんということなんですけどね。私は物事っていうのはあくまでも起こってることは一つだけって思ってるんです。その人がどっちの面からそれを見るかだけで、ま悪い面をね見るとそれはそれでキリがないし、良い面と悪い面っていうのは必ずあるのは分かってるんですけれども、まあできればね良い方の面からで見ていきたいなっていうのが私の持論ですね。で文章続きます。大切なのは全体を捉えること、そして全体に感謝することです。大好きな人に振られたという悲しい事実の裏側にはもっと素敵な人と出会えるかもしれないという楽しい事実があります。大好きな人と出会い結ばれたという幸せの事実の裏にはいつの日か死か別れの時が来るという辛い事実があるのです。だからその片面だけを見て喜んだり悲しんだりするのではなく、そのこと全てに感謝する、そして喜ぶべきことも悲しむべきことも全て受け入れるという心の在り方が大事なんだと私は思うんです、という、あの全部感謝する練習というね、あの本を書いた気楽さん、人生相談家の気楽さんがあるんですけどね。まあだからあの9月はね好きじゃないっていうのを冒頭で言いました。あの愛病の猫の海っていう猫なんですけどね、あの彼女と別れたのは去年で、まあ、9月でしたのでね、まあ、だからそれもね分かってて飼ってます猫ね。あのなそれが何年何十年の
どこかでっていうのは分かってて買ってるんです。まあそれでもやっぱりね、単純に別れっていうものは辛かったりしますよね、やはり。で、まあ人、まあ本当にこれもよく言われる話ですけど、人との出会いがあれば、まあ、別れる時が来るっていうことですよね。まあ、それがたとえ配偶者であってもだと思います。それが本当死別っていう形ではないにしても、離婚っていう形とかでもあったりするケースもありますし、大事な友人と別れるとかっていうことだって、まあ、それが喧嘩とか仲違いとかね、思い違いとかいろいろなこととかあるのかもしれないですけど、まあ恋人と別れるとかあったら、別れっていうのはもう会った瞬間に決まってるっていうふうにも言われたりしますよね。だからなんだろうな、その別れそのものっていうことは確かに悲しいことなのかもしれないですけれどもね。じゃあ別ればっかりが全てだったのかっていうと、おそらく その、まあ、そこに一緒にいたっていう事実が仮にあったとしたら、楽しかった時期もね、絶対にあるはずなんですよね。だから、まあ、宇宙の法則っていう超スピリチュアルの人ってわけじゃないんですけど、その日時というかね、どういう風になるかっていうのは決まってるとすると、まあ今出会っている人たちとの出会いっていうのは、私の中で一期一会っていうのをね、とても大事にしているんですけど、やっぱり感謝をして生きていかなくてはいけないなっていうふうに思っていて、ね、私自身もどれぐらい生きるのかなって全然わからないんですけれども、今を一生懸命やっぱり生きたいなっていうふうに思っているので、出会う人、全ての人と出会うのは意味があると思っていて、だから出会いに感謝をして生きていきたいというふうに思っているんです。だから全ての人と全部ね、出会えるっていうわけでもないので、だから私本書いてます。本は私の気持ちとか内容を代弁してくれるので、今最終章の一番最後のところね、エピローグをこれから書こうとしてるんですけど、今回のね、制約の本マインドも書いてるんですけれども、前回の本よりもマインドの部分が結構書いててしんどいなっていう、なんでそういう文体になっちゃうのかよくわかんないんですけど、しんどいなっていうことは自分の中を浄化しながら言葉にして出していくっていう感じが前回よりも強いんですね。だから結構しんどいんですけど、多分今の時期にそれを書く必要が多分私にはあって、その言葉を書くことによって、おそらくこの本が4月に発売になるんですけれども、読んだ人で多分救われる人がいるはず救われるというか勇気づけられる人がいるはず。だからきっと私はその人のために自分の中のね、その血を絞りたからじゃないけど、なんていうんですかね、ドクドクするものとかを消化したものの、綺麗になったものとして、文章に起こさなくてはいけない9月10月なんじゃないのかなと思って書いてるんです。だから、まあ、本もう少しで仕上がります。でその後、まあ、編集者の方の手が入って、まあ、いろんな手続きを得て書店に並ぶようになると思うんですけれども、本の宣伝をしているわけではありません。だけれども楽しみにしててください。前作よりも多分思いが結構、ね、たくさん入った本になってるかなというふうに思いました。なんで今日はちょっとそんな話もあったんで、タガ語録もえらい長くなっちゃってすいませんそんなお話を伝えたくて、こちらを撮ってみようと思いました。だから私はここにね書いてある部分で、事実は一つしかない、どっちの面から光を当てるかはその人が決めることなので、私はいつでも人生ついてるって思ってるし、全てのもの、起こったことに関しては自分が責任を持って全て受け入れるっていうふうに決めてやっていく、そんな心の在り方を持っていきたいと思ってますので、
まあ、そんなことをたまには語ってみようかなというふうに思いまして、本日の高語録を終わりたいと思います。それでは。